小樽高等商業学校。小樽高等商業学校は、1910年、明治43年3月に設立された、旧制専門学校であり、略称は、小樽高賞、対高賞である。なお、この項目では解消後の、小樽経済専門学校、経済専門学校についても記述する。小樽高等商業学校が設立される以前、 管理交渉は東京、神戸、山口、長崎の4校が存在していたが、すべて東京異性であった。第5交渉の誘致に際し、小樽と函館、仙台が誘致を争うこととなった、当時国内における二神料の中心であり、カラフトやウラジオストックとの交易で繁栄していた小樽が建設費37万円のうち20万円を拠出することを決定して、 交渉の誘致を成功させ、北海道は、もちろん東日本では、初の管理交渉となった。1910年、明治43年3月に設立、完成交付された小樽交渉は、翌1911年4月に修行年限3年の本家を設置して開校し、初代校長には、東京講師教授、東京音楽学校校長などを歴任した。 渡辺達清が任した。北海道では、北海道帝国大学に次設置された、高等教育機関であるが、北大が農学部など理系学部のみで構成されていた、ことから、道内においては、文化系の管理高等教育機関として、唯一ののであった。設立当初の小樽校賞は、教育方針として、先行の神戸校賞と同様、実業教育に重点を置き、 旧正中学校のみならず、公主商業学校、現在の高等学校商業科に相当出身者にも文句を広げ、商業実践、企業実践、商品実験に加え商業英語を重視した。1919年に竣工した企業実践科の実習工場は、授業の一環として、石鹸の製造から販売までを実習として行うものであり、その商品は、 交渉石鹸の名で知られた。さらに、渡辺校長の方針により、外国人教師を多数任用し、英語以外にも、独、仏、路、西、中などの語学教育を充実させたことから、北の外国語学校と称された。小樽交渉卒業生として、作家、伊藤聖が出たのは、外国語教育の充実。プロレタリア文学の小林滝次が生まれたのは1925年。 大正14年の軍事強連反対運動に代表れる左派の学生運動の高まりと関わりを持っている。また、交渉の中では、北方地域への関心が高く、1913年7月には3年生24名が、宴会州ウラジオストクへの修学旅行を行っている。二代目、校長、友野ふ次郎時代には、ゼミナール生、1931年、 指導教官制、1932年などの教育の充実と並行して研究活動も盛んになり、1926年7月の起用し小学等級総監を基礎に、1933年には研究機関として北海道経済研究所を設置した。課外活動では、北大ヨカとのスポーツ定期戦が開催されたほか、寒冷地に位置することから、 ウィンタースポーツが盛んであり、1931年には図書館裏にシャンチェ、スキージャンプの跳躍台が竣工し、1933年1月には第1回全国高専スキー大会で優勝した。その一方、東京交渉の大学昇格に見られる、大正技以降の高等教育拡充の動きの中で、1918年には小樽交渉でも、 大学昇格運動が起こっているが、渡辺校長の消極的態度もあって挫折している。小樽校長は続く、第三代校長、戸辺地秀俊の下で体制を一新した。彼は、学校運営に拉腕を振るい、創立25周年記念事業として、研究資金20万円の募集を進め、卒業生を対象とする修行年々1年の研究家設置を構想し、 1937年には、これと交往するように、小樽市議会により、小樽交渉の昇華大学昇格案が出されたが、戦時体制の進行の中でいずれも挫折した。その一方で、戸間別は、生徒の体力向上の観点からスポーツを奨励し、1936年2月の第4回冬季五輪には、生徒の宮島岩尾が出場している。 1930年代後半以降、戦時体制が本格的に進行すると、国史的風格を持つ国家主義者であったとまあは、小樽交渉をこの体制に最大限協力させることで、交渉を、高校、交戦家事用とする軍部の圧力から守り、他のいくつかの管理交渉が強いられた交戦への転換を回避し、小樽経済専門学校への改変。 1944年4月に止めることに成功した。しかし反面、彼の先生的な学校運営は、学内のリベラル派の教官たちの反発を呼び、1942年9月には、戸間別と衝突した手塚俊夫教授が、上海の東亜道文書院大学に転出する事件も起こった。また一方で戦中には、交渉に多数雇用されていた。 外国人教師に対しての当局の監視、弾圧が強まり、マッキンノンとスミルニツキーがスパイ容疑を理由に検挙された。戦後になり、学園の民主化が進行すると、トマベチ校長の先制的な運営に対し長年蓄積していた教員、生徒の不満が紛失した。トマベチは政界への転身を理由に1946年3月、校長を辞任したため、 小樽共戦における戦後体制への移行は、第四代校長の大野純一によって進められた。同年の創立35周年を機に、昭華大学への昇格運動が再び盛り上がり、教職員や同窓会、小樽氏が一体となって運動が進められた。共戦については、北海道大学、戦後、北海道帝国大学を解消の経済学部の母体として包括する案もあったが、 昇格運動の結果、GHQ は、国立大学は一県一大学原則のお礼外を認めて、道内には北大に加えて、新生小樽昇華大学の二つの国立大学が設置されることとなった。これにより、小樽共戦は、官立共戦において唯一単独で、大学に昇格することに成功し、1949年5月の小樽昇大の発足に伴って、 同大学に、包括、1951年3月に、最後の卒業式を挙行し廃校となった。戦時期の1944年9月、北方経済研究所、北海道経済研究所が、共戦への改祖と同時に解消の機関誌として、小学等級から、北方経済研究へと改題していた、共戦の起用誌は、戦後の1946年6月、 社会経済研究に再び開題され、申請移行後の1950年12月に、小学等級の9代に復し、小樽商代の研究起用士として、現在に至っている。設立から小樽商代へ移行して、現在に至るまで、小樽市緑の高地、設立時点では、市政が施行されておらず、小樽区が維持されている。緑コ地は、高校生から緑が丘、 李ーヨの愛称で呼ばれ、同窓会である、緑ヶ丘会の名称の由来ともなった。1925年、大正14年10月15日に、小樽交渉で行われた、軍事教練をきっかけとして起きた、軍事教育反対事件。大地震が起こり、無政府主義者と、不定戦人が先導した暴動を交渉学生隊と、在京軍人が協力して鎮圧するという想定の、 教練に対して、小樽の朝鮮人団体や、労働組合は激しく反発。小樽交渉制は、軍事教育を葬れとの声明書を発表して、全国の学生に奮起を促し、東京でも、立大、壮大、東大の三大学新聞が、軍事教育反対の共同宣言を発表し、世論を動かすところとなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。